久保さんいや懐かしいスクショですね。あれから7年すか。早いっすね。<laughs> 7年っすね。じゃあ久保さんと出会って、もう8年すか。ねえ、ちょっと待って。久保さんと出会ったの、じゃあ、8年、9年前ってことですかね。やばないですか。2013年。まあ、この8年、9年、わかんないですけど、何人の人が消えていったんでしょうね。うん まあ僕たちぐらいじゃないですか、いるの。言い続けるの。ねえ、久保さん。まあ、今回のテーマはですね、あの、ゴキブリにしましょう。ゴキブリ。久保さん、さっきね、ゴキブリ出たんですよ。動画撮ってる時に。で、ゴキブリって消えないじゃないですか。いや、僕ね、毎日掃除機かけて、毎日結構きれいにしてるんですけど、たまーに出るんですよね。で、どっから入ってくんのかなみたいな、しかもね、めちゃでかいんですよ。 鹿児島のゴキブリをやったらでかくてだかゴキブリってまあだから僕ゴキブリですね多分もうゴキブリ嫌いなんですけどゴキブリだと思います僕ゴキブリってまああのなんかゴキブリのアニメのテラフォーマーだったかなそう多分あの地球上の中で一番生命力が強いんじゃないかっていうゴキブリって多分はめすごくないですか 破滅しないですよね多分ゴキブリがいなくなるってことはあんのかなねえ多分ゴキブリの歴史って相当あると思うんですけどまあなんであの進化とが生命力とかすごいっすよねうんまあでもゴキブリって気嫌いすされるじゃないですか僕も嫌いなんですけどさっき動画撮りましたけどまああの僕のこと嫌いな人もいるだろうしあのー いろいろあると思うんですけど、僕、ゴキブリですよ。<laughs> 消えないですね。退治しても退治しても消えないっていうね。うん、ゴキブリでいいんじゃないですかね。<laughs> だからね、やっぱ、あ、そう、あと、そう音声対談も取りました、熟成さんの。490万ね、結果出た人も、<laughs> 名言言ってたんですけど、その、 まあその継続しない限り誰も見てくれない、うん、要は誰も自分のこと知らないわけだから知らないのにやらないっていう選択がないみたいな話をしてくれたんですけど、まあ、まさにその通りだなと誰もみんな知らないじゃないですか、まあ、知ってるっつっても半径、まあ、例えば会社員だったら会社の同僚が知っている親戚身内が知っている友達が知っているこれぐらいの数しか自分のことってみんな知らないんですよね でそんな、まあ、数十人、あまあ、数百人分かんないですけど今、関わってる人って多分、まあ、多くて数百人ぐらいだと思うんですが、ね、数百人も to do レベルで言うならば会社,で、まあ、会社の規模にもよると思いますけど、まあ挨拶程度とか本当にちゃんと話せる人って少ないと思うんですよ。だから全国1億人以上いてで世界で70億人ぐらいいて その中で数十人、数百人レベルしか、その日々、自分のこと知らない。うーん。だからネットビジネスって自分を知ってもらう,うーまあビジネスってその商品を知ってもらうってことじゃないですか。店舗経営だったら店舗を知ってもらう店舗知ってもらわなかったらまず行けないですよね、その場所に。だから知ってもらわないといけないので、知ってもらうために発信し続けるしかないんですよ。 で、まだ知らない人に対してもリーチするためにも発信し続けるしか道はないんですよね。うんだけど多くの人はなぜか諦めていくと。うーんだから逆に言うと諦めていただけるので、まあ、ありがたいなっていう。まあ、これ本当にみんなね、例えば僕と久保さんみたいにみんなが僕とか久保さんみたいにやってたらきついですよね。まあ、それでも勝っていきますけど僕は。 ねじ込んでいきますけどでもみんなが本当にね久保さんと僕ぐらいこんな家ちゃてたら脅威ですよねだから逆に言うとぶっちゃけブルーオーシャンなんですねみんな消えていくからブルーオーシャンなんですよ本当にだからその今から参入しても遅いとか早いとかもうずっとあるじゃないですか YouTube も結構そのなんだレッドオーシャンみたいに言われてますけど僕は全く思わないですね 全く思わないです。レッドオーシャン。確かに、確かにで確かに、出た始めに比べると、それは数は増えたと思いますよ。ただし、数は増えたけど、やめてく数も増えてるんで、比例して。入ってきた人もいる。じゃあ、7年、8年、10年クラスで続けてる人って、本当にごく一部だと思いますよ。うーん。だからね、うーん。 まあそんなもんですね。うん。だから、レッドオーシャンではないと。<laughs> うん。ブルーオーシャンですよと。でも、ブルーオーシャンにするかしないかは自分次第ってことですね。<laughs> レッドオーシャンにするかしないかも自分次第だし、なんかブルーオーシャン市場を探せみたいなのあるじゃないですか。うん。いや、全部ブルーオーシャンだよと。居 <laughs> 続ければ勝てるっていう。うん。だってみんな撤退するわけですから。うん。それがもう事実としてあります。 これは事実としてあるので、うん。あとはそこに対してどう思うかですね。僕はもう、あの、もうほぼ100%、もしくは300%、1000%でもいいんですけど、その事実をずっと見続けてきてるんで、この15年の。ネットビジネス始めて15年以上経ちますけど、その事実を見続けてきてますんで、だから、まあ、揺るぎない事実ですね。で、その事実に対して自分はどう向き合っていくのか、もう続ける。ただそれだけですね。 いってらっしゃい。